石油ってあと何十年で枯渇するみたいな話が数十年前からされてるけど、全然産出し続けてる。これはなぜかというと、異世界から買ってるんですよね。地球産の石油は2000年頃にはほぼ取り尽くされてて、今ある石油は大部分が異世界から届いてる。異世界には石をそのまま石油に加工できる技術があって、ほぼ無限の石油が供給可能。なので異世界は石油を輸出し、代わりにドルを受け取っています。ただそんな話は初めて聞いたという人も多いと思う。それはまあ隠蔽されてるからなんだけど、隠蔽のために使われてるストーリーがシェールオイルなんです。最近シェールオイルっていう血岩に封じ込められてた石油が技術の発展で取れるようになったって話があるけど、そんなわけはない。明らかに石油が増えてるよね。あれはどういうことかというと、血岩の中に異世界のゲートを作ってて、そこから異世界の石油を運んでる。ということでシェールオイルを使ってる限りは石油は永遠に枯渇しません。だからもしシェールオイルが枯渇したというニュースが出たら、最大限注意してください。そうなった時は異世界との国交が悪化して、いつ攻め込まれてもおかしくない状況ということになります。